全部いけるね。上級者の組み合わせだね。そのなんかシャツの襟の襟かっけえな。いいやつすぎて着ないパターンのやつだね。そう硬いし、あこのセットアップもジルサンダー、はい、ジルサンダーはそのセットアップとワンちゃん似合うんだよな。だってこれもあ、かっこいい、いいね、ワンちゃん。セットで安くなったりしませんか。なんで値引き交渉されてんの今。ワンちゃんめっちゃ似合う。かっこいいね。そう、服似合うよ。なんでそれ。あれ、嬉しいな。それじゃあ、縛ってらっしゃるね、それでも。あ、かっこいい。かっこいい。そうやって一回履いたかもしれない。やっちゃうんだわ。エルメスの水着。水着か、え、なんか、それあれじゃない？あの時買ったやつじゃない ACL かなんか。トランジットなんかね。ACL で優勝した後に、なんかどっかの空港で買ったやつ。そう、ドバイ空港で、なんか、さすが、覚えてるわ。俺、エルメスのなんか、ブランケットみたいなの買いましたもん。これ一回も履いてない一回も履いてないですよ、それ一回も履いてない。でもエルメスはやっぱ人気ですからね。モノレール型のあれですよね。このメーカー日本に一つしかないですもん。あ、そうなんですか。へえ。ちょっと遅いんですけど。ああ、遅いっす。なるほどね。すごいわ。あ、これ面白い。面白い。ご注意ください。へえ。見える周りがすごいね。今日ね、ちょっと曇りですけどね。山の上にあるマンション、さらに街が見下ろせますね。そうですね。ここってもともと北海道神宮の土地だったんですよ。あ、そうなんだ。はい、自分管理しちゃってですね。この辺の山が全部ってことですか。そうです。これが全部、北海道神宮の森が絶対大きいんですよ。あ、素晴らしいですね。海まで見えます。風車とか見えるんですか。はい、見えますね。はい、へえ。あの山に鹿が。ああ、そうですね。はい、サウナがね、全戸についてるんですよ。サウナですね。全部の部屋についてます。全部の部屋。まあ、2人入るぐらいのサウナですけど、いいよ、木の匂いが。あ、いいね、誰も使ってないさ。ここは3本ございます。どうですか。私はもう無理です。買わないとダメかな、これ。いや、ございます。畑君のチャンネルの方でも続きなのか、先なのか、先が上がってますので、そちらもぜひご覧ください。はい、お願いします。はい。レジワーストしていただきました。しました。もう忘れたけど。もうあんま覚えてない。賞賛に値する。賞賛に値する。覚えて帰ってください、今日。オッケー。お願いします。見るわ。お願いします。ね、今どうなの成績は。成績は、今、北海道リーグ2位で。1位は ?1 位は、トカチ使い合わせてる。あ、そうなんだ。中原とか行ったもんな。そうなんですよ。違う、やっぱ前期の最終節でやって、中原翔吾に決められて、あ、そう、先制点なんですけど、それ、うん、僕が右の自陣付近で蹴ったらそれずれて、うん、でハーフウェイラインぐらいやったんですけど、うん、インサイドでそのままダイレクトでネット突き刺してきて、うん、やべえなと思って、正直そこから打たれると思ってなかったんで、しかもインサイドで、うん、やっぱ違うなと思いましたね。あそこ狙えるんだ。やっぱスカイアースはすごいライバルですね。うん、自炊すんの。自炊は今実家暮らしなんで。あ、実家なんだ。はい、実家。実家です。何なのお前ら。出ろよ。実家。いや、でもいろいろ事情もありまして、うん、家カフェやってて、うん、コロナでいろいろ大変になっちゃって戻ってこいみたいな感じもあって、うん、ビートップに入るのもそれがきっかけになって、うん、でも出たいんだよね今。たくらんでるんだよね、俺が。僕たちで。なんでそんなとこまで一緒にしてんの。いや、シェアハウスしようよみたいなこと言ってる。あ、そう、はい、シェアハウスいい。仲悪くなるんじゃない。いや、でも結構いるもんね。あ、そう。いや、でも多分仲も悪くなると思いますよ。まあ、それはそれでね。金削減できるしね。うん、女の子連れ込めないですか。それは間違いないです。それは間違いないです。けど、連れ込むようなタイプじゃないんですよ、僕たちって。したたかにやるタイプ。はい。
どっちもね、結構シャイボーイだから。今のやっぱ若い子はあんまりそういう風にガツガツいかないでしょ。どうなんだろう。僕は結構行きますけど。あ、行く。行きそう。行きます。もう定めたら。ナンパとかできる？ナンパも行こうと思えば行っちゃいます。まあしたことないですけど。ないか。大悟くんするやつか。できないよね。しそうだけど本当に。昔なんかその店員さんとかだったらまださ、はい、こう話せるからさ、はい、今度よかったらみたいなのあったりしたから、さすがに普通に歩いてる人とかさ、現人っすよね、うん、やる人確かにそれいけんのが顔切るよ、いけるんだ。コンソドーレに入りたいの、コンソドーレを目指してる自分ですか。いや、全くそこは見えてないっすから。あー、まだってこと。いや、正直見えてないっす。なんで今自分は JFL でもいいんで、まずそこで出たいなって感じ。うん、今の1個上が JFL。 そうです。いいところにいいんだね、いいときのやつは。スカイアスもあるよ。まあそうです、一応北海道一部ですけど。うん、僕も旧車好きなんですよ。うん、あ、もうほら足短いからこれ。つま先立ちなんだよ。やっぱ距離感ね、一番は。これもコロナの事件もソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンスですよ、これ。そんなまずさ、フロントガラス、こんな長いの初めて見た。ワイパー3つあるな。すげえ。なんか、なんか可愛い、なんか。ハマーとかもこんな感じなのね。あ、そうなんですね。次、敵が見える。そうそうそう。上から出て。ルートだね。あ、だから大学、あの、ファッションの時にこういうのあれでしたね。見てくれてんだよな。見てます。那須さんどうだった？最高でしょ。俺はね、経験とか、うん、伝えてくれるから、ね、たくさん話してくれましたし。文句言ってる人いた？思うことはある人はそりゃいましたけど、うん、僕はポジティブでしかなかったっすよ。まあエンターテインメントだからな、サッカーって。正直ブルージャーは規模感が全然小さいじゃないですか、うん、そこで注目を浴びることも大事だなと思ったし、うん、めっちゃ頑張ってたんじゃないかな、多分。そうやって出てさ、はい、選手に何だって思われるの嫌で、嫌じゃん絶対、はいはい、自分だったら。いや、だからリスクしかない中で伝えに来てくれたっていう、那須さんもそのグルージャが良くなってほしい思いで来てくれたと思うし、うん、それが伝わったんで。動画向けのなんか真面目なコメントすんなよ。いやいや、ほんとネガティブ要素はポジションとか被ってたら思うことあったかもしれないですけど。センター出た、前で出ました。あ、パワープレイの。でも結局 PK 取ったしな。はい、結果としてね。たまに日暮れ言ってたよ、コーチみたいな感じ。はいはい、言ってました。めっちゃ鍛えたんだろうな。すごいっすよ、ね、走ってた。はい、だって一回やめてまた来て、しかも42歳ぐらいですよね、うん、普通にやれてましたけど。ああ、練習も、練習もめっちゃきつそうでしたけど。ああ、岩手グループ。岩手グループ、もうバチ喋るとなかなか。岩手はひらがなですよ。あ、ひらがな。グルー飲んでも飲んでるんですよ。森ってステーって書いて皿ステーション。他は他でも他は他でも。まだ出越しシューが下手って書いてあるみたいな。違います、ちゃんと込めておる。岩手グループ盛岡での初サインで初99番。9が下手。先慣れてない。